はい、どうもトロです。素晴らしきこの世界のアニメ化がね、決定しましたが、この作品を知らない方、知ってるけどプレイしたことがない方も多くいらっしゃると思います。ということで、今回は素晴らしきこの世界の概要や魅力をお伝えする不況用動画不況用動画を用意しました。スバセカを知ってるという方はぜひこの動画を友達やおじいちゃんおばあちゃんに布教してください。ちなみにタイトルからよく間違われますが、このスバとは一切関係ありません。はい、それではね、早速行ってみましょう。素晴らしきこの世界、縮めてスバセカは、今から13年前の2007年にスクエアエニックスから発売された任天堂 DS のゲームです。キングダムハーツやファイナルファンタジーの制作スタッフが携わっており、メインキャラのデザインは野村哲也氏、プロデューサーは橋本真嗣氏が務めています。ちなみにディレクターの関東達也氏はキングダムハーツチェインオブメモリーズのオリジナル版でマールーシャたちの声を担当されていました。本作は主役をはじめ声優さんも豪華で、今をきらめく内山聖輝さん、木村良平さん、木村すばるさんが出演されており、特に内山さん、すばるさんに関しては人気が爆発する前のういういしい演技を堪能することができます。ファンならたまりませんね。あ、ラップはね、歌いません。物語の舞台は渋谷。渋谷のスクランブル交差点で目を覚ました主人公ネクは、己の存在をかけた死神のゲームに強制的に参加させられてしまいます。パートナーと協力し、死神から出されるミッションをクリアして7日間生き残ることができるのかというお話になっています。ちなみにこの渋谷は実在する渋谷をモデルにしており、権利の都合上建物などの名称は変更されているものの、街並みは忠実に再現されているので、それも本作を楽しむポイントの一つとなっています。例えば渋谷を代表する109は104という名称となり、タワーレコードはタワーレコードというギリギリを攻めた名称で登場します。ジャンルはアクション RPG。 死神から課されるミッションをクリアするべく渋谷の街を駆け回り、超能力サイキックを使い、街の人の思考を読み取ったりして謎を解いていくというのが基本的なゲームの流れになり、その中で死神やノイズという化け物と戦います。画面のタッチ操作や任天堂スイッチ版ならジョイコンを用いて、ドラッグやタップなどの直感的な操作で主人公ネクやその仲間たち、パートナーを操作して戦います。本作をプレイできる環境は3つ。 Nintendo DS、 Nintendo Switch、 スマートフォンでプレイが可能です。それぞれの違いを、映像をね、添えて簡単に説明させていただきます。 DS 版の主な特徴は、戦闘の方法が DS の機能をフル活用したものになっていて、ネクは下画面でタッチ操作、パートナーは上画面で十字キー操作と、常に2つの画面と操作をね、意識する必要があるため、結構ね、忙しい戦闘になっていますけど、慣れてくるとそれがね、楽しくなってきます。また、DS 版でしか聴くこともできないエンディング曲も名曲なので必聴です。DS 版の残念な部分は、スマホやスイッチ版と比べると、画質やね、音質が劣る点ですね。スマホ版の特徴は DS 版とは違い、2画面から1画面となって、パートナーの攻撃もネクと一緒のタッチ操作になったことで、誰でも簡単に戦闘を楽しむことができるようになりました。また HD 化によって高画質のグラフィックや、高音質となった楽曲を堪能することができます。ただしセーブデータの移行ができないので、アプリを間違えて消した場合は復旧ができないですし、機種変をした際に別の端末に、アプリを移行することができません。任天堂スイッチ版はスマホ版をベースにしているため、高画質高音質はもちろんのこと、続編を匂わす新規シナリオの追加だったり、新曲など新たな要素が追加されています。スイッチ版はスバセカの完全版と呼ぶにふさわしい出来ですが、欠点もねあります。スイッチをテレビにつなぐテレビモードで遊ぶ場合、ジョイコンでの操作になるので、操作性がね悪くて、慣れるまで一苦労します。携帯モードで遊ぶならスマホ版と同様にタッチ操作でプレイができるので、まあまあ快適です。はい、こんな感じで、個人的にはね、任天堂スイッチ版の携帯モードを、おすすめしますが、各々の環境に合ったプレイ環境で遊んでください。
まあ、それではね、本作の魅力について、まあ、数ある中から3つに絞ってお話しさせていただきます。まず本作をおすすめする上でストーリーは絶対に欠かせません。多くを語るとネタバレになってしまいますが、この作品のストーリーは綿密に練られていて、あの時これをしたのはこういうことだったのというようにね、巧妙に払えた伏線が回収されるたびに、まあ、想定外の真実に驚かされ、一度プレイすると、まあ、続きが気になってやめ時が本当見つからなくなります。また作品が持つメッセージ性も強く、いろいろと考えさせられる物語になっています。他人と関わることを極度に嫌い、常にヘッドホンをつけてる主人公の少年ネク、仲間パートナーや様々な人たちと出会い、ネクはどのように成長していくのか、そして素晴らしきこの世界というタイトルに込められた意味とは、ぜひねプレイしてご自身の目でそして心で確かめてください。次にストーリーと同じくらい本作をおすすめする上で欠かせないものは、音楽 BGM ですね。今ではキングダムハーツでおなじみとなっている石本武晴氏が、BGM の作曲を務めています。一曲一曲の、ね、クオリティがね、ほんとね、高くて、めちゃくちゃ高くて、まあ、心地よいクラブ系の曲からバトルを盛り上げるロック系のロック調の曲など、様々なジャンルの楽曲が用意されていて、まるでコンピレーションアルバムを聴いてる感覚で、ゲームをプレイすることができます。今風で言うとサブスクですね。 Amazon Music とかそういう感じの、ほんといろんなね曲が流れてくるんでね、BGM に飽きることなく、まあ、むしろ中毒になって口ずさむレベルで、気がついたら Amazon でサントラポチってると思います。舞台が渋谷ということもあって、世界観にマッチした現代風なねシステムも本作の魅力の一つです。まあ、例えば通常の RPG だったら、まあ、剣とかの武器、鎧といったね防具を装備して戦いますが、まあ、本作では攻撃手段となる、まあ、サイキック超能力は、バッジを使うことで発動ができ、防具はブランド物のおしゃれな服だったり、入れ歯のようなユニークな装飾品を身につけます。まあ、さらにそれらのバッジや服などにはブランドが設定されていて、まあ、島村とか、まあ、GU ブランドわからんな、ブランドランキングが高いものを装備すると攻撃力が2倍になったりとパラメーターが強化されます。逆に人気のないブランドのものを使うと、例えばなんかスーパーの服とかそういうのを使うと攻撃力半減になるので、流行を意識することも戦闘に欠かせない要素となってきます。はい、いかがでしたでしょうか。少しでも素晴らしきこの世界という作品に興味を持っていただけたら幸いです。ちなみにメインキャラデザイン担当の野村哲也氏がディレクターを務めているキングダムハーツ、長えな、キングダムハーツには 3D モデルのネクたちが登場しています。そちらもねぜひチェックしてください。はい、そんな感じで、この動画がねいいなと思った方は高評価や SNS で拡散、チャンネル登録をぜひお願いします。はい、最後までねご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。